おはようございます。リコー TV です。真夏のトズラッパラダムにやってきていました。今日もね、死ぬほど暑くなるってね、しきりに報道されてましたんで、倒れないようにですね、水分取りながら一日頑張ってみたいと思います。さあ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 、ちょっといろいろやってみたい釣りはあるんですが、まだねギリギリ涼しいんで、涼しいって言っても多分29度ぐらいはね、朝っぱらからあるんですけども、一応高活性なバスがいるかもしれないんで、朝一は比較的派手な釣りでねやって、で昼間ぐらいになったらちょっとどうだろうな、ペース落として、でもね、まあ、ちょっとトズラッパラダム来るたんびにいろいろな表情を見せてくれるんで、とりあえずこれって決めつけないでいろいろなものを投げてみようかなと思っております。こうバラムとかね、いろいろできたら釣ってみたいなみたいなルアーはいくつかあるんで、せっかくねトズラッパラダムなんで、そういったのも織り交ぜつつ、ジグッと来たけど、サイズはよいしょ、おお丸のみジグッと、イエスね、昼間の厳しい時間によくぞ食ってくれました。はい、昼間のちょい厳しめの時間にジグスト2分の1オンスに 4.8 のブルフラットのね、組み合わせで来てくれました。ありがとうさん。タックルはねグラビアスにレジストの 70H、 こんな組み合わせでやってみております。はい、ジグストフィッシュね、2分の1のコンツアージグに、グラビアスと 70H、 暑いけど釣れてますよ。じゃあ引き続き頑張っていきまーす。うわー、いいとこかかってんなこれ。はい、コンツアージグとね、バス君ありがとう。
んかね、苦手だった二分の一音素も結構一日二日投げ込んで、でね、まあ連れてくれたってのもあるんだけど、だいぶやり始めた頃よりは、あ、釣れるんだなっていう感じで使えるようになってきました。もうちょっとね、重いサイズもね、使いこなせるようになりたいんですけど、とにかくまあ暑いけど投げて投げて、いろんな当たりのパターン覚えるしかないですよね。あ、こんな感じでも来るんだ。今のもね、ちょっともうぼーっとしててね、ラインがよっぽど走ったーってなってから合わせたんですけど、ちょっとね、いろんな感じの当たりのパターンを求めて練習中です。じゃあ引き続き打ってきますよ。ちょっとね、ショートピッチで打ってみております。ボカーンって遠くに投げるっていうよりも、ちょっとね、短めのストロークでしっかりと誘って見ております。あんな感じでね、でかいのがまたチャンスがあればいいんだけど、結構ライトテキタスとか軽めの使い方しか今までしてなかったんで、こういう重めでしっかりと上に道があんのか、びっくりした。よし、来たよ。あー、バレた。あー、あー、尻尾ちぎられた。もう大切なブルフラット尻尾やられてしまいました。尻尾切れたやつもね、修理用とかで使えるからね、大切に持って帰りますけど、しかし尻尾だけ持ってかないで。しかし夕方になって魚の反応がだいぶ良くなってきましたな。これでっかいのとかいたらワンチャンあるかもしれない。おし、くったーし。ジグスト入れ食いですが、おい、ちょっとブルフラ。はい、ジグスト入れ食いになってきました。こういうジグに果敢に食ってくるやつだからすごい元気でいいですね。ありがとうさん。よし、来たぞ、ジグスト。どうでけ。でかいぞ。バレんなよ。すっげえ。すっげえ。ああ。
送って。よいしょー。はーい、ボートヤパンに着く。ちょっと前ね、ジグフトしながら流してたら、これ最後かな。釣れました。はい、元気。帰りがけのさらにもう一匹ねえ、すごいね、いいとこにかかってる。はい、ありがとう。ねえ、よいしょ。